照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、りょうへいです。りょうぞです。はい、お願いします。お願いいたします。はい、ということで本日まだね、前回の動画の後に撮ってるんですけども、はい、前回の動画が翔平 TV 鬼スライダーを投げてみたってだったら、じゃあ次は鬼シーブいっちゃいますか。じゃあツーシーム。はい、まあ、翔平さん自身ではツーシームの方がいいって言ってたの。低いって言ってましたね、うん、確かに。で、確かに、まあ、僕結構受けることあるので、で受けててもえぐみっていうのは、インコースのツーシームは外のスライダーよりえぐいって思う時はあります。おお、翔平さんの場合はね、右バッターと左バッターに対して投げてるツーシームが違かったりするんですよ。そんなことあります？2種類あるってこと？こう来るのとこうなんの、はい、落ちるのとそのままスライドしてくるの、うん、っていうのが2種類あるので、それも、まあ、過去動画ありますので、それはい、またこっちで流します。僕らはこの辺に移ります。はい、ちっちゃく移ります。はい、実際投げれるのかどうかっていうのを検証していこうかなと思います。はい、で僕は逆にこれ教わったことあるんですよ。なんで今投げてる試合で、ね、たまに投げるツーシーム、まあ、シンカーって言ってますけど、僕はそれは実際翔平さんの落ちるやつ、まあ、真似ながらやっているような感じなので、前回はね、どっかの誰かがそれぞれあるので仕方ないですけど、はい、まあ、ちょっと僕投げて肩やばいので、まあ、ひろと君今回は投げれる投げれないいいよ。うん、そうですね、チャレンジ、そう、検証だから。はい、ああ、投げるか、そうそうそう、はい、っていうところで、まあちょっとひろとにね投げてもらって、実際直接指導を受けてない、逆に受けてないです、何も。それで投げれるのかどうかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。はい、じゃあちょっと動画移しまーす。はい、こっちです。はい、その時のサムネこちらですね。はい、こっちですね。はい、では流していきます。はい、いきます。で、めちゃめちゃ変化するってわけじゃないんですけど、まあ、いや、変化してるけどね。あー、その時は右バッターのアウトコースボールから、アウトコースこれ超ね、これ超上級者ね、はい、バックドアは、まあ、それが大成功してる、はい、俺がみんなさん知る。そしてもう一つ右バッターのインコースから膝元にこう落ちていく、そう、これが深海気味のやつよね。でこれ来たのよ、うん、すげえ落ちた、これ無理だよ。でも本当にみんな多分投げないと思うんですよ。あんまり投げないと思う。そうね、投げてくれたらすごいみんな助かるんだよね。でもこれ、この動画見たらマジ投げれますから、本当にこれは見た方がいいです。まずは握りから教えていきます。握りっすよ、はい、この縫い目があります。縦にね、はい、縫い目があると思うんですけど、縫い目にこの人差し指、内側かけます。これ、はい、かけます。こうかけていきます。中で中指はこれちょっとこう、この縫い目の上に、中指この縫い目の上にかけずにちょっとこうずらしてます。はいはいはい、はい、普通の通常よりちょっと右にずらすんだね。こう、わかります？こういうイメージ。はい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 、人差し指に、こう人差し指内側に力入れる感じ、押し込んでいくイメージで、押し込むイメージ投げるんですけど、こう投げていくんですけど、まあ、まっすぐも一緒ですけど、投げるときはこう最後こう親指からこう、こうなっていくんですよね。手をこうひねるとかじゃなくて押していく、まあ、自然的なストレートの投げ方に近いような感じですかね。で、まあ、まあ2種類ぐらいあるんですけど、まあ、いっちゃおうかな。こう縫い目にかける番と、中指をずらしてこの縫い目じゃないところに置いていくやつ。これが大きい方、縫い目にかける、両方かける方はそこそこスピードがあるツーシームとなります。まあ、シュートっぽい感じになります。そして中指のこちら、縫い目を外すのはちょっと球速、回転数は落ちますけど、変化落ちるやつ、これこっち使ってるの。その2種類があります。投げる際のコツですけど、超簡単、ただ前なんですね。前なんですね。みんな必ずみんなね、うん、なると思う、多分違う、こんなもない顔の本当うまいですよ。前めっちゃ前、はい、あのキャッチボールだったら別にいいですよ。ギリギリまでこう、ギリギリまでこう溜めて我慢してこう投げていかなきゃまず投げれませんから、はい、実際本気でやろうと思ってここに投げて決めたいと思った時には本当にこうギリギリまで意識をする。この力の入れ所、タイミングもすごい大事だけど、ここからこうまだ
じゃあちゃんまだギリギリまで開かないってことですね。うん、でこの辺で徐々に力が入っていってここでグッと押す。そうですね。どうですか。それで投げます。はい。まずはキャッチボールとか、まあ、基本的なことをできないとダメです。まずそこまでいかないと。そうですね。大前提として。そう。まずはピッチングまっすぐがちゃんとコース内。ちょっとずれるぐらいでもいいけどにまとまってるピッチャーはやってください、はいはい、ということでね、握りはまあ普通のねシームっていう点で右目にかけるのがこうここにこういう風に引っ掛ける逆側にですね。そうそうそう、はい、だから押し込んだ時にしっかりとこういう押し込みがね回転がかかるのかなっていう、押し込めばかかりやすい人差し指がなんでくるっとプッてこういう人差し指の押し込む時に、はい、うん、そういう回転かかるから横にチャーンって。そうですね。で落とすのがちょっと広げる、これが速い横、これが落とす、はい、で翔平さんは2種類の動画上ではね、投げてたんで今回はちょっとその握りでヒロトに、まあ、全くツーシーム、まあ、たまに投げるけどね、たまに投げるとシンカーが俺として、はい、っていうような、まあ、あまりツーシーム投げてないピッチャーのヒロトにどういう変化するのかちょっとやってもらおうと思います。はい、はい、それではやっていきます。いきます。動いてる。まあ。じゃあもう一回いきます。こっちはダメだね。バックドア厳しいですね。インコースに。そしたらちょっと翔平さんのツーシームを投げていきたいなと思います。でしっかりこれはリリース前で押し込むことが大事なので、その意識を持ってやっていきたいと思います。おお、はい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 、おお、はい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 、どうすか。いやいい、最初のやつに全然いい。マジですか。ああ、多分ね、カメラで分かりづらいと思うけど、もうちょいインコース投げてみたいんですよね。まあね、ちょっと真ん中気味だったから。オッケー。感覚めちゃくちゃ押し込めてるんで、ちゃんと引っ掛けてる。ここが擦れるような感じのちょっと痛さがあるので、まあ、ちゃんとした感覚を持って投げれてるかなと思います。オッケー。ツーシームは投げれます。投げれます、ツーシーム。オッケー、いい。じゃあ広げてない方いきますね。押し込みの仕方は一緒だけど、リリースがしっかり前じゃないと多分分かんないと思います。いきます。あ、めっちゃシュートする、いい。あ、めっちゃシュートする、いい。いきます。オッケー。習得しました。明日使いましょう。早いです。あ、やべ、抜けた。それが多分さっき翔平さんが言ってた前で話す。そうですね。こうなったらやっぱ高めに浮いちゃうんで。オッケー。うわー。終わり。ということでやってきましたが、はいはい、どうでした？初めての感覚。ツーシーム投げても普通にただ単にまっすぐ投げてるだから前も全然曲がんなかったです、うん、なんですけど押し込む方向さえしっかりと決めてれば曲がる、めちゃくちゃ。そうね、最近ねヒロトもなんかまっすぐからシュート回転するときはあったんですよ。でもそれとは違う意思を持った変化をしてる、受けててそういう風に感じたので、ちょっとね、前回の動画でスライダーは、まあ、投げれませんでしたけれども、はい、ツーシームは2シームは習得ということでいいんじゃないでしょうか。
はい、こういうことでね、あの皆さんもひろと君みたいに投げられるようになると思いますので、はい、ぜひぜひね、まあもちろんスライダー同様合う合わないはもちろんありますが、皆さん過去動画もね概要欄ありますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いします、はい、そしてぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで本日は翔平 TV オニシウムを、まあ、視聴者目線ということで音当てでひろとが投げてきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよいしょ、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょ、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。